moments are the important moments that connect us. 急な小屋。皆さんこんばんは。8月20日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサーズスタジオから杞憂名古屋をお送りいたします。今日もですね、あの男サマバケ中なんですよ。で、この男ですね、いないんですけども、きっとですね、遊んでてそこの遊びにはまって、沼から出れないのかなって思っているダンサーズでございます。はい、今日もね、王子がいないということで、なんかちょっと物足りない気はしますけれども、先日ね、名古屋のコミュニティ FM 局のですね、なんて言うんでしょう、祝賀会というか、ちょっと参加しましたけれども、なんと、なんか福引き大会というか、くじがありましてですね、スーパーの3万円分の商品券が当たってしまって、3万円はい、3万円で、しかもそれが今年中ということで、何に使おうかなってワクワクしている味噌煮込みスキーです。あとあれじゃないですか、あれももらったじゃないですか。あ、そうそう、シャインマスカットもね。はい、果物のシャインマスカットですね。すごい豪華でしたね。でもシャインマスカットはね、もう胃の中に入ってます。あれはい、はい、こんな、今日は2人でお届けします。今夜のテーマは協力。今夜のテーマは協力です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 銀の湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM 銀の湾で検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。FM 宜野湾で毎週木曜日20時からの番組カラフルスターエクスプレスのパーソナリティ星真理香さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。キム名古屋、この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレイナさん、名誉総裁賞を受賞首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント、海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、以上各社の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、
心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、ツイキャスたくさんありがとうございます。高坊さんが、こんばんは。まさか今夜も王子は出演停止か、まあ 停止したい人もいるかもしれないんですけども、あのね、はい、サマーバケーションで、ね、サマーバケーなんですよ。どこ行ったんだろうな、ずいぶん長いですけどね。長い、はい。ワッチーさん、キユ名古屋の皆さんこんばんは。今夜もよろしくで、キユ名古屋、また王子お休みですね。はい、王子お休みです、申し訳ないです。で、沖縄大好きさん、こんばん名古屋。あれ、なんかデジャブ、今週もサマーバケーション中かい。そうなんですよ、ね、あの男ね。で、高坊さんが、慌ただしい生活でも送っておられるのかな。あ、慌ただしいの泡がね、あのバブルの泡ですね。はい、やっぱね、どこかで捕まったかもしれませんね。大丈夫かな、帰ってこれてるかな。日本、まず日本にいるの、え、まあ、見るからにね、異国人に見えますから、ね、いや、で、ペーターさん、あら、王子椅子から滑り落ちたかな。ああ、まあ、滑ってますね。まあ、滑ってはいるけど滑り落ちてはいないですね。カープボーイさんが、味噌煮込み好きさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。わんわんわん、大地の人でも発泡スチロールで雪ってやるんですねっていうのは、うん、あの今日ね、あのワンデーで、はい、あの発泡スチロールで雪遊びをして怒られたっていう話をね、投稿したんですよ、うん、はい、発泡スチロール昔削って雪とかってやりませんでした。やらなかった、やらなかった。あれ、ね、そうなの。というか、あれすごく体につくんですよね。くっつくけど、なんかあれをやって親に怒られたっていう、そういう話をね、ちょっと投稿したんですよ。それではないんですけど、うん、ソファーの表面の布が破れて中から綿が出てきて、それで雪とはやってみました。で、岐阜の9人のママさん、はい、皆さんこんばんは。岐阜は少しだけ涼しくなりましたということで、今日ちょっと天気が悪いので、うん、気温が下がりましたけどね、岐阜も先週まですごかったですからね。暑かったですよね。いや、愛知っていうか名古屋よりね、気温が高かったですからね、はい、ちょっと収まったのかなっていう感じですけども、はい、FMJGC さん、お二人さんこんばんは。もしかして旅サラダと同じ状況でしょうかって、どういうこと。旅サラダと同じ状況。ああ、あの司会、有名な司会者の方がお休みってことかな。お、あ、そうなの。うん、うん。あ、で、沖縄大好きさん、この前はコメントとメールありがとうございましたということでね、はい、あの沖縄大好きさんはね、あの大好きを叫ぼうというね、はい、番組をね、そうですね、深夜1時からやっておりますから。そうですね、土曜深夜の1時ですね。土曜日の深夜1時からやっておりますのでね、
ね、なかなかねリアタイを目指すんですけれど、なかなかリアタイが難しいんですよこれが、うんうん、はい。で、カープボーイさんが何か他の番組でみそ煮込みスキーさんだったか若者じゃないよって言われてからも頭の中協力若元しか思い浮かばく、協力若元しか思い浮かばなくなってるってヤンポーさんなんで叩くのヤンポーさんヤッホー久しぶりのこんばんはということで、こんばんは、ハニーさんこんばんは、星真理香マネージャーのハニーです。今日はよろしくお願いいたしま す、はい、後ほどね、はい、ご出演ということでね、はい、それではあの もうしばらくですね、お待ちくださいということで、ちょメール数でご紹介いたします、はい。ラジオネーム高坊さんからです。ありがとうございます。3人よれば文殊の知恵、毛利家の三本の矢の3人がキーワードとなる話がありますね。そこから旧名古屋も3人揃うと効果的な役割分担ができている、そう協力体制ができているんですよね。ボケる王子、ツッコミのダンサーズさん、滑りそうになったらすかさずフォローを入れるみそ煮込みさん、やはりこの3人のバランスが旧名古屋の生命線なのかなと感じます。まあ先週は王子が累積警告で出演停止でしたが、今日からはリフレッシュ王子として、奥義の要になってくれると良いかなと密かに願っておりますということで、ありがとうございます。すいません本日もお休みなんです ね、本日もお休みですけれどもね、あ累積警告で出演停止だったのかな、うん、本当は実は、ね、ということで、はいはい、あの CM の後は、星さんがご出演です。はい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。 Eグラッド はネットワークカメラシステム、トップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは Dグラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM ギノワンで毎週木曜日20時からの番組カラフルスタエクスプレスのパーソナリティをされています星真理香さんです。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは、ご無沙汰しております。こんばんは、ご無沙汰しております。音声届いてますでしょうか。はい、届いております。あ、こんばんは、星真理香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずあの星さん、あの簡単にあの、はい、自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。はい、はい、
毎週木曜日 FM 紀の湾で夜8時から30分番組星真理香のパラフルスターエクスプレスという番組を発信しております。はい、はい、ありがとうございます。はい、星さんとはですね、はい、先月ですね、はい、先月 の、 頭にありました FM 紀の湾のイベント、はいでですね、そうですね、はい、お会いさせていただきました。ですよね、はい、今節は大変お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、何せ私たち名古屋からお邪魔させていただいておりましたので、本当なんかすっかり沖縄の方かと思ってましたのでもうお二人ともすっかり なんか沖縄に慣れた感じでいらしたので、お近くにお住まいなのかなと思ってますよくですね、はい、私もラジオ投稿させていただいている中で、よくおろくに住んでるんではないかっていう説明のこともありましたけども本当なんか ね、はい、そう居住移住組がね、那覇市の中、はい、那覇市だとおろくとか、はい、今はね、はい、西部のこの宜野湾も含めて、はい、茶壇町とかお隣の茶壇町とか、はい、その辺、はい、今名護とかも北の方でいうと美ら海水族館に近い名護とかにも、移住組の方たちがどんどんね、お家を構えてお引越しされてるって話をちらちらと聞いたりすることはありますよ。ああ、そうなんですね。はい。私たち、そうですね、移住でどうしてもですね、高級なところというと、どうしてもね、新都心かなと思ってしまうんですけど、やっぱりあなたってどうなんですかね。うん、那覇市内のこの県庁所在地があるのは那覇空港がある、はい、那覇空港も那覇市っていうところの那覇市鏡原というところにございます、はいはい、でそこからモノレールが出ておりまして、はい、首里城のところをもうちょっと延長してもっと伸びておりますが、うん、今はそうですね、その最寄り駅が沖縄県庁駅前久茂地駅というところで、はい、そこは車でもモノレールでも、うん、まあだいたい 2,3 分ぐらい5分ぐらいあれば十分着く距離です。那覇空港から。あ、はい、そうですね、5分、5分ぐらい、はい、どうしても沖縄県ちょっと道が渋滞するので、スムーズに行ってそのぐらいの距離です。あ、はい、そうですね、はい、本当に道路がですね、特に私すごい渋滞するなと思うのが夕方の那覇空港の周辺ですね、はい、そうですね、あの辺りがすっごく渋滞するなと思って、はい、そうなんですよ。そこビジネス街でその県庁所在地那覇市久茂地、まもなく10月に入りますとギネスに認定されました沖縄県で有名な第一大行事イベント那覇大綱引きフェスティバルというのは、ご存知かと思いますが、はい、そちらの方が開催されるエリアとなっております。久茂地交差点というところに、はい、放送局がたくさんあるんですけど、はい、観光所在地とか、はいはい、そちらの方に、はい、で行われるんですね。あの辺りは大変そういった面でも渋滞する率が高いですね、普段からね、ビジネス街とか。そうですね、はい、そうです。私たちもですね、よく久茂地には宿泊するんですけども、はい、便利な場所ですよ。便利な場所ですよね、うん、でそうです、はい、この某久茂地のですね、放送局がありますけども、うん、はいはい、そこもですね、まあ久茂地モーデってはなんですけども、よくお邪魔してですね、はい、差し入れをしたりとかですね、あとR さん、 RBC さん、そうです、琉球放送さん、はいはいはい、はい、で、はい、いつもですね、差し入れするとですね、ちょうど裏口に守衛さんがいるんですけども、はい、あ、はい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 、はい、守衛さんがいて、うん、ラジオネームを教えてくださいって言うと、うん、名古屋のダンサーです、うん、ですと言うと、なんかクスッと笑われるんですよね、うん、なんで笑われるのかな、面白いのかなと。なんか芸人さんがね、沖縄には吉本という沖縄に芸人もさんの、うん、会社の事務所もございますし、沖縄吉本ももう十分ね、随分とこう確立しておりますし、もともと沖縄ってすごい芸の達者な方が多い島国でもございますの で、 そうですね、有名人も各王室出て、ね、いっぱい出ておりますから、はい、やはりそのなんとなくダンサーズイコール私もなんか
ね、旧名古屋さんって聞いた時に、はい、ダンサーズって聞いて、あれなんか踊りが入ってくるのかな今日はと思って、ちょっと過去投稿もチラチラ見たんですけど、はい、意向に何もなく普通に淡々とみんなね、あの普通に配信されてなんか楽しく配信されてらっしゃったので、ありがとうございます、うん、なんかあれ踊りはどこから出てくるのかなと思ったら、なんか王子っていう方が今日お休み、うん、そうなんですよね、今日なんかツイキャスちょっとチラッと見たらサマーバケーション中なんですね、ねえ、で私もあの本当にですね、はい、このラジオネームがね足を引っ張るんですよ本当にですね、あの、はい、あの必ず言われるのが、踊れるんですよねっていうふうに言われるんですけど、いや、うん、実はですね踊りの経験ゼロなんですね。まあぜひ今度じゃあシャルウィーダンスを、はい、もともとですねこのラジオネームを、はい、あの RBC で投稿して、でちょっとですね、うん、もうラジオネームとこの体型がそぐわないものですから改名をお願いしたんですけども、はい、却下されまして、はい、却下されちゃいましたので、まあ、あらば、はい、なのでもうこれこのラジオネームで付き合っていくしかないのかなと思ってしまいました、うん、でもねインパクト強いですから、あのね、それでもいいと思います、全然はい、OK じゃないですか、はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、今の隣の隣にですね、はい、ですね、まあこの人もですねラジオネームで若干ですね、はい、足を引っ張るというより、なんかどん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 変化していくんですけども変わります。マリカさんご無沙汰しております、味噌煮込み好きでございます。ご無沙汰しております、はい、先日お会いした、そうです、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします、今日はよろしくお願いします。はい、木曜日の20時から放送ということで、はい、ね、うん、あのカラフルスターエクスプレスさんですけども、はい、具体的に内容はどのような感じで放送されていますでしょうか。はい、私たちの番組は、はい、あの私の番組なんですが、星真理子のカラフルスターエクスペンスは毎週木曜日夜8時から30分の番組の中で、さまざまなジャンルに視点を当て、はい、新しい何かを発信していく情報型応援発信番組という形を取らせていただいております。あ、なるほど、新しい何か、はい、挑戦される方とか、はい、そうです、要するに新しい何かというのは、はい、ここがあの未知なる、あの、うん、こう魅力的なポイントで、あの私がフレーズをつけたんですけれども、はい、新しい何かをしている方、もしくは今すでに何かをもう発信している方、うん、はい、でまたセミプロアマっても、あの一般の方でも何でも構わないんですよ、どなたでも発信していて、あの応援していろいろこういう方たちがいますよっていう方たちをどんどん広げていきたい、あの沖縄県内に限らず、ズームで同僚とかとつなげて、あの本州のお友達でたけて、うん、あのこういうタレント活動されている方たちにご協力をいただいた上で、うん、出ていただいたりとかすることもあり、はい、あの幅広くいろんなエリアにあの配信をお知らせして、うん、皆さんに沖縄の魅力含めて、うん、またあの他県のあの方々のその情報を沖縄に取り入れて、沖縄にもこういう風にあの他県でこうやって情報もあるので沖縄でもいかがですかっていう感じでご紹介していく情報発信番組なので、いろいろなジャンルの方に出ていただいて、宣伝告知イベントもちろんなんですが、まああの演奏や今までやったのは音楽番組の演奏、生演奏だったり、またそう、そういったものとかを主にまあやって放送したりとかしていますね。はい、なるほど。なんか先週はあの東京のね、はい、あのアーティストさんでしたよね。うん、そうです、はい、いつもあの、はい、お世話になってる方でございまして、はい、この方も大変あのちょっとあのある方を通じてあのご紹介いただいたあのプロの方でいらっしゃる、アーティストさんでいらっしゃいます、シンガーでいらっしゃるんですけども、はいはい、この方のあのまあが月一に出ていただけることにあの運びになりましたので、はい、あのこの方をあの月一あのゲストで毎月大体あの告知枠とかいろいろな魅力をお届けする日を、あの大体月1回取らせていただく形になっております。はい、なるほど。私たちの番組は、はい、あの名古屋と沖縄をつなぐ番組なんですけれども、
あれですね、うんうん、沖縄とこの東京のね、ミュージックをつなぐという番組に月1回そんな感じでやってらっしゃるんですね。あ、そうです ね、その、ま、東京だけではないんですが、はい、ま、各エリアに幅広く視点を当てております。でもちろん日本だけじゃなく海外の方も今ブッキングをちょっとさ探し中っていうかブッキング中なので、まあ、いずれちょっと出ていただければなっていう形にはなっておりまして、また、ね、はい、海外の方っていうのもなかなか珍しいですから、うん、ちょっと楽しみでありますね。そうですね、海外で例えば、各種SNS などで活躍して、はい、まだ日本の皆さん、うん、もちろん名古屋の皆さんだったり、はい、まあ、他の県の皆さん、もちろん沖縄の方たちがまだ知らない何か、うん、私だけが気づいてる何かを発信していただけるのが私のお仕事だと思っているので、そういった番組を発信していこうという形の番組内容をとっております。あ、なるほど。はい、沖縄大好きさんが、マリカさん来たっていう風にツイキャスで、ありがとうございます、ね、はい、沖縄大好きさんは、ね、番組をやられ、はい、大好きを叫ぼうという番組をやられてますけれども、マリカさんの番組も聞いてらっしゃるんでしょうかね。今日ツイキャスちょっと先ほど見させていただきましたら、沖縄大好きさんもね、はい、すごく番組のツイキャスの方に積極的に参加していただいて、うん、私たちたまたま皆さんの情報発信する方たちのスケジュールのものが合わない時とかに、私とそして、はい、先ほど一緒にいたハニーさんってコメント出していたんで、はいはい、方はさん、私のサポートアシスタントマネージメントを取っているマネージャーさんなので、彼女と2人で、まあ、はい、彼女はまあ、顔は、まあ、過去に1回出したんですけど、今あまり顔を出さずに一緒にツイキャスチームとプラス、はい、私たちで沖縄クイズみたいな感じでやっていくって形をとって、まあ、年間トータルでツイキャスがポイント多かったら、はい、まあ、何かツイキャスの皆さんに差し上げるっていうプレゼントを送るとかをしております、はい、なんかまた面白い企画がそのあるんですね。そうです、そうですね、はい、ハニーさんは、うん、こうマネージャーというかね、そういう感じの方なんですね。そうなんです、裏側なので、はい、表の方にはあまり出ることをなく、まあ、はい、裏のサポートをすべて、それこそもうお衣装から運転から、はい、すべていろいろな面まで、もうすべてお食事管理まで全部マネージャーのお仕事は全部しております。はい。そうなんですね。そうなんです。私おかげさまでもう、あら、まあ、ツイキャスでですね、はい、こんばんは、星まりかマネージャーのハニーです。今日はよろしくお願いしますということでね、ツイキャスでご参加いただいております。はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、おかげさまでもマネージャーのおかげで、はい、すべて人間ドックもすべても健康優良児っていう感じで合格版いただいたぐらいですから、先生から。すごいですね。うん、またそんな、うん、でそのあたりもお食事までサポートして。はい、そうなんですよ。健康管理もサポートして素晴らしいです。心血とかも治ったりとかしたので、うん。全く先生が素晴らしいって言って、どんなふうにしてるんだろうって逆に聞かれました。あ、そうなんですね。もう本当にそういう面では、はい、いろいろな、まあもうね、マネージャーとよく話したりとかしながらも、うん、こういろいろとこうどういうふうに仕事をしていこうかとか、いろいろことを、はい、まあ、一人だけでやっていく方もたくさん、ね、多くいらっしゃる中 で、ね、私は大変恵まれているかなと思っており、まあ、本当マネージャーに感謝してる次第です、ね、すごいですね。なんかもうね、うん、お仕事だけではなくてね、はい、健康、ね、トータルでサポートっていうマネージャーさんと、はい、なかなかね、素晴らしいなって思いますけれども、ありがたいと思います。はい、はい、あれ、あ、そうですね、はい、またちょっとお時間がね、はい、ちょっと短くなってしまったのでね、もう少し番組、はいはい、番組、あとね、星さん自身のアピールをしっかりしていただけたらと思いますけれども、うん、そうですね、はい、お願いいたします。わかりました。はい、毎週木曜日、夜8時から、星まりかのカラフルスターエクスプレス、さまざまなジャンルに視点を当て新しい何かを発信していく番組、 FM 宜野湾の沖縄から放送しておりますので、よかったら聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、私たちもですね、はい、ちょうどその星さんのコンセプトにも似てるんですけども、名古屋からは放送してますけども、はい、名古屋と沖縄を架け橋としてっていう
はい、まあ、そういったコンセプトでやってる番組ですので、まあ、ただ、まあ、はい、あの名古屋といってもですね、もう本当にいろんな地域の方ともお話しさせていただいておりますし、まあ、でも、まあ、お電話でもあのこういった形でどこでもつながりますので、またですね、まあ、ぜひですね、あの星さんの番組の方でも本当に今海外っていうことだの方ともね、はい、あの、はい、ゲストオファーされてるっていうことでしたので、ますます番組が面白くなりそうかなっていうふうに思っております。ぜひ頑張っていきたいと思います。はい、はいはい、なかなか海外ですとあの時差の関係もありますので。あ、そうですね、うんうん、そうなんですよ、はい、うん、結構あのそこら辺のね、いろいろとちょっとどうするのかなっていうところの方をちょっといろいろと考えたりとかしてはいますね。はい、相手が日本に来るかどっちかですそうそう、その場合はね、番組に出れるので、うん、はい、そうですね、はい、スタジオにね、はい、あのいらっしゃったらね、うん、直しそういいですけれども ね、うん、ね、そうですね、はい、うん、どうもありがとうございました。あの、いえいえ、ありがとうございました。はい、お忙しい中ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございました。はい、本日は、FM 宜野湾で毎週木曜日20時から放送中の番組、カラフルスター、エクスプレスの、星真理香さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。なんかすごいなって思ったのは、はい、あのね、マネージャーさんのハニーさんがすごいですね、はい、なんかサポートというかね、うん、マネージメントというかね、すごいですね。食事面のサポートもされてる、ね、私ちょっとびっくりしましたけどもね、あの沖縄大好きさんとハニーさんがね、うん、こうやり取りしてるツイキャスが微笑ましくてね、うん、お世話になっておりますえへって、ね、沖縄大好きさんが言ったらこちらこそお世話になってますって言ってね、ハニーさんがね、なんかこう会話が進んでるのがちょっとなんか素敵だなと思って見てましたけれどもね、あの食事面とかもサポートしていただけるんですよ、うん、私もねこういう体験にはならなかったのかなと。いやねまあサポートも大事ですけど、やっぱ本人の努力っていうところもね、うん、とっても大事なんじゃないかなと私は思いますけれどもね。はいはい、あの星さんありがとうございました。高坊さんも星さんご苦労様です。で、あの自由気まま配信ワッチーさんも星さん出演ありがとうございましたということでね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ぜひ木曜日20時ね、もう、うん、やっぱり木曜日すごいですね、あの、うん、ヒーフミーズバーもありますから、うん、ね、木曜日も盛りだくさんですね、うん、本当ね、うん、FM ギノワンがね面白いと思います。暑いですね、はい、うんうん、はい、ありがとうございました。じゃあメールいきますね、はい、沖縄大好きさんからです。ありがとうございます、テーマ協力。メールを書きながら思い出したのが、2年前仕事を辞めて就活していた時期のこと、ハローワークの紹介で職場見学に行った帰りのこと、シルバーカーに座ったまま立ち往生している高齢の男性を発見しました。姿勢もまっすぐではなく椅子からずり落ちそうになった姿勢で、気になった僕はコンビニに車を止めてすぐ駆けつけました。意識はあり、本人は疲れたから休んでいたとのこと。違和感を感じた僕はすぐに救急車を呼び出しました。すると子供を連れたお母さんらしき女性の方も駆けつけ、水を持ってきたりと協力してくれました。その後は救急隊が来て、あとは任せしました。その帰り道に大雨が降り始めて、あのまま放っておいたら大変なことになったからもしれませんということです。ああ、そういったですね、とね、あの手を差し伸べるっていうこともね、うん、やはり重要なことだと思いますし、そうですね、まあ、で本当に今の世の中見て見ぬふりっていうなことされてしまいがちなんですけども、私ね、うん、ちょっとある投稿でびっくりしたのはね、うん、電車の中で倒れた、まあ、女子高生の方がいらっしゃったんですけど、うん、
なんかその満員電車で誰もこうなんていうんですか、席も譲らなくて、あるいはスマホで夢中になって気がつかないとか、なんかそういうこと記事を見たことがあるんですよ。うん、だから、ね、やっぱりそういう結構今世知辛いというかね、うん、と無関心というか、逆に無関心を装うというか、要は干渉しない、うん、なんかそういう風潮もすごくあるから、うん、どうかなって思ってるんですけどもね。やっぱりこうやって沖縄大好きさんのようにね、やっぱりこういう方もね、たくさんまだまだいらっしゃるのでね、やっぱりこういう温かいサポートというかね、ケアというか、こうお互いにね、無関心にならずにっていうのは本当に思いますね。やっぱり困った人がいるのは助けるっていうのはもう、これは必然というか、うん、当たり前なんですけどね。ね、なんかちょっとこうコロナ禍過ぎて、なんかちょっとその辺がちょっとなんかクールになっているというかね、ちょっとそんなような感じはしなくはないんですけれどもね。うん、あ、でツイキャスでですね、カープボーイさんが泣き地にいくつか移住者のコミュニティがあるみたいよということで、はい、あ、そうなんですか。そうなんですか。泣き地もそうやって住んでらっしゃる方がいらっしゃるんですね、結構、うん、ね。で、あ、トングさんありがとうございます。ああ、有名なダンサーさんですいません、本当に踊れなくて踊れないね。ペーターさんがね、名前と合わせるために練習しなきゃって。あ、それ私似てる。うん、言ってます。本当、練習しなきゃって。あのね、メリアンからちょっと言われたのが、うん、あ、あのメリアンって分かんないですね。あ、田中メリアンさんね、はいはいはい、ちょっとだけ言われたのは、サイドステップまではできそうですねっていうどういう意味なんだろうそれっていうことは言われたことあります、うん、できそうですねっていうことね、うん、なるほど。なんか無理やり頑張ってつけたような言葉だったんですけど、あ、はい、あとチェッカーズ無双さんがアニョハセヨっていうことでね、あら、なんか韓国語バージョンで、ね、うん、ご登場ですけれどもね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンポーさんからです。久しぶりのこんばんはということで、テーマ協力ですけど、今回は元 JA 職員として真面目なメールを送ります、はい、お、協力といえば相互扶助、協同組合は相互扶助で成り立つ非営利団体です。そしてその協同組合の創始者はドイツの田舎に生まれ育ったフリードリヒ・ベルヘルム・ライファイゼンです。ライファイゼンさんがいなかったら協同組合もできなかったと思うし、日本では二宮尊徳、まあ、二宮金次郎さんの存在もなかったと思います。金次郎が薪を木炭にして販売することから日本は始まったと聞いています。え、そうなんですか。そして信用共済といろいろなことに幅広い事業があり、現在の協同組合となりますということです。あ、共同でも奥が深いですね。ね、まあまあ、でまあ、元 JA 職員さんということで、ね、ヤンポンさんが、まあ、もちろん名古屋にもね、そういう協同組合、まあ、農業協同組合であったりとか、やっぱりありましてですね、はい、まあ、あと、まあ、生協さんなんかもそうなんでしょうかね、あの生活協同組合というかね、やっぱりそういう、ね、あの非営利団相互扶助で成り立つ非営利団体ということで、うん、ね、え、なるほど。なかなかそうですよね、協力っていうと大体こう自分の身内の話とかそういうところになりますけどね、うん、この相互扶助っていう、まさにそのなんて協力の原点でなるみたいなね、うん、っていうところがありまして、で、このライファイゼンさんのプロフィールもね、つけてくださってますけれどもね、うん、はい、ドイツの市長、信用協同組合の先駆者であるっていうことで書いてありますけれどもね、この写真、あ、うん、まあそうですね、これ見せましょう。写真どうなんですかね、うん、まあ、ツイキャスでご覧の皆様は、ね、見れるかと思いますけれどもね、はい、またね、詳しくはちょっと、ね、検索してこう協同組合の、ね、うん、お勉強なんかたまにはいいですかね。そうです ね、 ね、はい、ありがとうございます。では続きまして、はい、メールいきますね、はい、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。私は能登半島地震で近所の連帯性を学びました。
ニュースによると地震直後なかなか消防への連絡がしづらかったと聞きました。消せる火は近所が協力して火を消すといったことも必要だと感じましたということです。まあそうですよね、今年のねやっぱりね、お正月の能登半島地震でね、やっぱりいざっていう時ってなかなかね、うん、こううまくいいね、こうなんていうんですかね、連絡がつかないってこともね、うん、あったんで、やっぱりそのまずはこの近所同士で助け合いね、救助もねなかなか来れない地域なんかはね、やっぱりまずはねこう地元のというかね、近所同士で助け合ってこう食料とか水とかをね分け合ってしのいでたあのね地域も結構ありましたから、そうですね、そういう気持ちって本当に大事ですよね、うん、はい、ありがとうございます。あのトングさんがね、はい、なんかね JA 共済って書いてあるんですけど、はい、共済の共がね恐れるに妻になってますけど、はい今日も冷えるわね。あの王子の代わりにトングさんが、はいはい、ね、冷やしていただいておりますよ、はい、ありがとうございます。で FMJG 新さん、はい、今度カチンバのお店でラテンミュージック一緒に踊りましょう。おお、教えてください。いや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 、カチンバさんが教えてくださるじゃないですか、もうこう体を持って。うん、まあ体を持って教えてくださるかもしれないけど、うん、もしかしたらテキーラもやってくるかもしれないっていうね。でも宜野湾にねお店があるそうなんでね。そうなんですよ ね、まだ行ったことないので、はい、行ってみたいですね。はい、はい、ということで名古屋栄養コーナー行きますか。はい、じゃあ行きますね。はい、名古屋は栄養コーナーですね。はい、あのちょっとです告知がありまして、はい、実はですね、はい、あの我々キウ名古屋、はい、この度ですね、あの羽衣祭りの度にですね、はい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 、CM の協賛いたしました。おお、CM の協賛ですか。そうですね、スポンサーですね。短期の スポットのスポンサーですね。ってことは CM が流れるんですか。流れます。 FM 宜野湾に、 FM 宜野湾と FM 小座で、お FM 小座も、はい、え数回流れますね。1日数回流れると、うん、いうふうに伺います。旧名古屋の CM が番宣です。番宣を何、はい、FM 宜野湾にぶっ込みました。うん、した。そうなんだ。うん、まあ、うん、やった、やりましたね。あの我々3人の声が、うん、FM 小座と FM 宜野湾両方で流れます。あれ沖縄大好きさんが両方のコース選んだんですねって、うん、そうそうそう、何両方のコースって。両方、そうだね、あの FM 宜野湾のみもあったんですけど、あその上ですね。おお、うん、をやりました。そうなの、はい、あ、だからなんか音声取ってって言ってたのね。そう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 、あ、そうなの。そうなんですよ。え、なんとそういうこと。うん、まさかの自分の番組の CM を流すっていうパターン。そうそう、まあ、私たちはあのこのスタジオで録音したんですけども、はい、あの男をサマバケ中ということもありまして。そうですよ。あ、じゃあ何、王子には電話、ですね、連絡取れたんですね、うん、連絡取れて、うん、彼に音声データを送ってもらいました。はい、音声データを送って、まあ一応送ってもらって、うん、まあそのままでは使えるもんじゃなかったので、うん、あ、なんやかんやしまして、うん、で、あの載せたっていう感じなんですけども。なるほど。まあそんな感じでですね、我々3人の声が流れると、うん、で9月末までですけど、うん、いうふうに伺っております。なるほど。あ、沖縄大好きさんが、僕も自分の番組協賛やろうか検討してたけど、キウ名古屋参戦って。あんで ABCD コースのうち一つは FM 宜野湾のみ、うん、あとは FM 宜野湾と小座のみっていうのが、そう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 なんですよ。だから、あの、そう、あの
なんだろうね、 D が、うん、D だったかな、 D が FM ギノワのみだったかな。おうち C コースです。おはい、え A は何、 A は、うん、あもうギノワンとコースは両方、まあ、両方は当然なんですけど、うんうん、なんか回数が多かったです。ああなるほどね、うん、そうか。あのペーターさんが講座で君名古屋の宣伝リスナー奪いに来とるって、いやそんなことないですよね。いやそりゃうまい、そんな人聞きの悪い、ね、奪うなんて恐れ多いですよ、うん、ちょっとだけちょっとだけ失礼させていただいて、なかなかね、うん、やっぱりね、講座さんは歴史がありますからね。そうです ね我々みたいな弱敗者が立ち入っていいのかどうかっていう。あれでもあの代表者、はい、アッキーナさんですけど。あそうでしたね。そうでしたねって なんでそこで一瞬そんな表情する、冷めた表情するんですか。いやいやそんなことないですよ。、うん、アッキーナさん、ねえ、アッキーナさんいらっしゃいましたね、はい、会で、ね、あいらっしゃいましたし、ね、やっぱりですね、うん、代表にはなられてますけどやっぱり若干滑り気味ですね。うん、あっきらさんに怒られるよ。本当、うん、なんか滑ってるなと思いながら。本当、うん、まあ天才なんでしょうね。ん、天才なのかなと。ああ、うん、まあ彼の持ち味ということで。そう、ね、いやそんなあっきらさんそう悪い人じゃないですよ。ただ若干滑り気味だけですから、うん、悪気はないと思いますね。はい、まあこの程度にしときましょうかね。あっきらさんに怒られたらね、うん、ダメですからね。そうですね、はい、またということで、じゃあ LINE でお詫びいたします。ということで名古屋は栄養羽衣祭りのスポンサーのお話でした。はい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、みそさん、ダンサーさん、誠実な貴公子な滑りおじさん、こんばんは。こんばんは。私は電話で滑りナイトのゲストがいないときは協力しますよ。だってこの番組は大好きだから。これからも続けて FM ギノワンの長寿番組目指してね。追伸、王子は顔が猿顔で剛毛だけど優しくて料理が上手な人と、美人で毛がないけど料理ベタで片付けベタ、どっちが好み？あっていう。それはどなたにでしょうか。ラジオネームみなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。毛深いかどうかって言ったらどうなんですか。あ、違うじゃなくて例え話で、例え話とか選択した2つあるんですよ、はい、美人で毛がないけど料理が下手くそで片付けも下手くそな人と、あと顔は猿顔で毛がボーボーだけど優しくて料理が上手な人、どっちがいいっていう。これは王子戻ってきたらぜひ聞きたいですね。うん、うん、まあ美奈子さんからの質問でしたけどね。王子はどちらが好みなのかな。多分あの毛がボーボーに惹かれると思いますよ。あ、そっちかな、うん、彼の場合は。でもなんか美人も好きそうですけれどね。どうなんでしょうね、美人ね、うん、どうなんですかね。でも美人はね3日で飽きるとか言いますからね。ああ、そっかそっか、やっぱり料理が美味しい方がいいですかね。そうなんですか。でもうん、かって私は思ったんですけどね。王子はどうなんでしょうかね。はい、チェッカーズ無双さん、情報量が多いって。そうですよね。なんか例えのそのなんていうんですか、シチュエーションが想像しにくかったですよね、今情報量が多すぎて、ええ、うん。でトングさんが、はい、やっぱりなって、絶対これあみなこさんって分かってたんですよね。はい、じゃあメールいきますよ。はい、はい、岐阜の9人のバーバーさんからです。ありがとうございま す。私の息子は1歳の子供をお風呂に入れたり、洗濯物を干したり、取り込んで畳んだり、休みの日はご飯作りまで奥さんに協力的です。とても感心します。私の夫はというと、家事は一切協力することはありません。なぜこんなにも違うんでしょうね。少しは協力してほしいです。ダンサーズさん、滑り王子さんは家事を協力的にお手伝いされていますか。
あれちょっと今なんで無言になるの？まあね、やれたらやりますよ。いやいや、多分これって、うん、自発的にやってる感じですよね、うん、このね、バーバーさんの息子さんはね、うんうん、やれって言われないとやらないでしょ私、うん、いや、そんなんないですよ。本当？ちゃんとゴミ出しもやってますか？ゴミ出ししかしてないな、うんうん、はい、今日のゲストさんとても綺麗な方ですねということで、どんな話をされるか楽しみですということでしたけどね、素敵でしたよね。あ、素敵です ね、 ね、 ね、うん、なんかもうお手伝いの話になると途端に口数が減るっていうね、うん、ダンサーズ。いや、というかマリカさん呼んでほしいなと。は？番組呼んでほしいなと思ったんです。ああマリカさんに呼んでもらいたい、うんうん、どうでしょうね、うん、なんかね、ズームもね、駆使されてましたから、うんうん、どうなのかなと思いましたけどね、はい、トングさんがね、してるさよね、もちろんのこと。はいはいはい、うん、あの武装さんがここでステップ踏んでってどういうこと？急になりどういうこと？うん、あで沖縄大好きさんが CM 流せるプラン、はい、羽衣祭り特番スポンサー大募集、はい、FM 小崎のは2曲で1ヶ月間、はい、A コース3万円1日14本、はい、B コース2万円1日10本、C コース1万円1日6本、はい、D コース5000円1日3本 FM ギノワのみっていうやつ、はい、これに乗りました。ああ、なるほど、 C コース、はい、まあ A コースもあるんですね。そうなんですよ。わー、うん、なかなかね、ちょっと A コースはハードル高いですね。うん、うん、ねえ、やっぱりね、旧名古屋はいろいろリモート放送がありますからね、経費がかかってるんですよ、はい、ねえ、やっぱりスタジオじゃないんでね、いろいろ設備がなかなか大変なんでございますよ。はい、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。テーマ協力といえば、今年の初めに3月までラジオリポーターを担当していたハラミさんの企画で、文字の放送局の主演室の前で主演室出ましたね、うん、リスナーさんたちを集めて新種餅つき大会に参加し、臼に入れた餅を混ぜる役回りの人と、臼で、あ、違う、間違えた、キネで餅を打つというあうんの呼吸で協力しないと美味しいお餅ができないという作業を人生で初めて担当しましたけれども、私がぎこちなかったためにうまくできませんでした。そのあとにハラミ、石田さんちょっとともに出来たてほやほやのお餅を食べましたが美味しかったです。3人は餅つきはうまくできますかということで、できますか？餅つきは昔やったことありますよ。私は多分餅つきをすると多分叩いてしまいそうですねっていうぐらい息が合わないタイプです。あやったことありますよ、やったことありますけど、うん、昔、本当に大昔。どうでした？うまくできました？あ、でも なんか見よう見まねでやったっていう感じで。あ、なるほど、うん、結構ね、うん、重いですからね、あれね。はい、はい、ということでエンディングです、うん、はい、来週のテーマは、あれ、来週のテーマは昭和です。あ、昭和セカンドエディション、はい、そうです、昭和セカンドエディションになります、はい、前回好評だった昭和エピソード改めてお送りください。旧名古屋は陸上改造輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレイナさん、名誉総裁賞受賞首里饅頭、那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引っ越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、
以上の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。王子はバケーションから帰ってきますかね。もしですね、出てこないんでしたら、はいはい、電話がつながればつなぎたいですね。ねえ、本当ですよね、うん、あ、FM ジャジーさんが昭和第2弾待ってました、はい、ということで高保さんがご昭和ください。あれ、なんか違うぞあ、で、ヤンポさん、叩いたらほとんどの電化製品は治る、ザ昭和ということで、昭和のメッセージお願いしますということで、では今週も聞きくださいましてありがとうございました。閉店ガラガラ、また来週です。これやっぱりやるんだねやります。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ヤンポーさんからのメールがね、あ、もう一通来てましたので、また来週紹介したいと思います。はい、はい、まあ、あの男が、まあ、今日もいなかったんですけども、はい、まあ、あの、まあ、来週出てくるかどうかちょっと分かりませんけども、うん、うん、まあ、何らか、ね、状況だけは。そうですね、もし出てこないと状況の説明とかもね、どうしたんでしょうね。何をどこに行ってたの、どこ行ってたんでしょうっていうか、まだどこ行ってんだろう、うん、名古屋にじゃない、日本にいるのかな。ねえ、ね、以前よくね、フィリピンに行ってました、ね、あ、よく行ってましたよねはい、はい、ということで、はい、来週もお聞きください。また来週です。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。